それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはデームスパーダ、おっとジャスパークローネ遅れてしまいました。前へ行くのがデームスパーダ。デームスパーダ先手を取りました。並んで4番トップキャスト、すぐ後ろにカジュフェイス、その外に西のレバンデ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はデームスパーダ、トップキャスト、ほとんど差がありません。西のレバンデ3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はデームスパーダ、その外からはトップキャスト。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。デームスパーダ先頭、後続も横いっぱいに広がっている。残り 200m、 さあ先頭は今度はジャスパークローネ、ハヤスゴールド抜けた。2番手はプラリン、ハヤスゴールド先頭だ。ハヤスゴールド、ハヤスゴールド1着、2着にはどうやら開花の奇跡、勝ったのはハヤスゴールド。このレースを制したのはハヤスゴールド。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。デームスパーダ好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。2番デームスパーダ行きました。先手を取ったのはデームスパーダ、トップキャスト、すぐ後ろ、その外から西のレバンテ、ウィン・マーベル、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はデームスパーダ、トップキャスト、ほとんど差がありません。カジュフェイス3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はデームスパーダ、トップキャスト、その後ろウィン・マーベル、その後ろ、さあ直線に入りました。これからの勝負、デームスパーダ先頭、外からジャスパークローネ、先頭変わってジャスパークローネ、残り 200m を通過してポラリン追い上げてきた。ポラリン抜けた。2番手は浦川の奇跡、ポラリン、ポラリン1着、2着にはどうやら浦川の奇跡、ポラリン、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。開花の奇跡、好スタート、綺麗なスタートを切りました。開花の奇跡、この辺りも前へ行きます。開花の奇跡先手を取りました。内からはデームスパーダ、青の帽子ウィン・マーベル、その後ろ、その外から西のレバンデ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでデームスパーダ先頭に変わりました。西のレバンデほとんど差がありません。トップキャスト3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はデームスパーダ、その外からはトップキャスト。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ジャスパークローネ先頭、外から勢いよくポラリン先頭、開花の奇跡追いすがります。あと 200m、 先頭はポラリン、2番手は開花の奇跡ポラリン、先頭だポラリン、ポラリン1着、2着にはどうやら開花の奇跡、3着にウィン・マーベル、ポラリン、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。浦川の奇跡、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。浦川の奇跡、この辺りも前へ行きます。浦川の奇跡先手を取りました。黒の帽子トップキャスト、その後ろ、その外に西のレバンデ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここで西のレバンデ先頭に変わりました。浦川の奇跡ほとんど差がありません。トップキャスト3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭は浦川の奇跡、その外からは西のレバンデ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。浦川の奇跡先頭、後続も横いっぱいに広がっている。浦川の奇跡先頭、残り 200m、 さあ先頭は今度は開花の奇跡、2番手はジャスパークローネ、開花の奇跡、開花の奇跡1着、2着にはどうやらジャスパークローネ、開花の奇跡、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはトップキャスト、
綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてトップキャスト行きました。先手を取ったのはトップキャスト、カジュフェイス、それに続きます。その隣にレームスパーダ、その外に西のレバンテ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてトップキャスト、まだ粘っています。2番手はレームスパーダ、カジュフェイス、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はトップキャスト、レームスパーダ続いています。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。トップキャスト先頭、外からレームスパーダ先頭、ここで先頭変わりました。先頭は村沢の奇跡、残り 200m を通過して、開花の奇跡抜けた、開花の奇跡先頭だ、開花の奇跡、開花の奇跡、1着2着以下は混戦です。開花の奇跡、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。あとは綺麗に揃いました。先行争い、何が行くでしょうか。ウィン・マーベン、前に行きそうです。ウィン・マーベン先手を取りました。その隣にトップキャスト、その横にレームスパーダ、その外にウィン・モナーク、オレンジの帽子、西のレバンテ、その後ろ。さあ先頭はトップキャスト、レームスパーダ、ほとんど差がありません。ウィン・マーベン3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はレームスパーダ、その外からはトップキャスト、その外からは西のレバンテ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったウィン・マーベル、1馬身から2馬身引き離す。村沢の奇跡、2番手手応えはどうか。残り 200m を通過して、2番手はハヤスゴールド、ウィン・マーベル差を広げる。ウィン・マーベル1着、2着はハヤスゴールド、3着に村沢の奇跡、勝ったのはウィン・マーベル、このレースを制したのはウィン・マーベル。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは開花の奇跡、村川の奇跡、この馬も好スタートを切りました。1番村川の奇跡行きました。先手を取ったのは村川の奇跡、白の帽子、レームスパーダ、その後ろトップキャスト、この馬もこのグループ、ここでトップキャスト先頭に変わりました。まだ粘っています。レームスパーダ、ほとんど差がありません。村川の奇跡、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はトップキャスト、その隣からはウィン・マーベル。さあいよいよ直線の攻防、最後の追い比べ、先頭はウィン・マーベル、1馬身から2馬身引き離す。残り 200m を通過して、先頭はウィン・マーベル、残り 100m、 2番手はジャスパークローネ、ウィン・マーベル先頭だ、ウィン・マーベルゴールイン、2着はジャスパークローネ、3着にポラリン、ウィン・マーベル見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。レームスパーダ、好スタート、ウィン・マーベル、この馬も好スタートを切りました。7番ウィン・マーベル行きました。先手を取ったのはトップキャスト、レームスパーダ、それに続きます。その外にウィン・モナーク、その隣にカジュフェイス、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として4番トップキャスト、まだ粘っています。ウィン・マーベル、ほとんど差がありません。レームスパーダ、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はウィン・マーベル、さあ直線に入りました。これからの勝負、ウィン・マーベル先頭、2馬身から3馬身引き離す。残り 200m、 一気に後続がやってきた。ジャスパークローネ必死に追う。ウィン・マーベル差を広げる。2番手はジャスパークローネ、ウィン・マーベル1着、2着はジャスパークローネ、3着にポラリン、勝ったのはウィン・マーベル、このレースを制したのはウィン・マーベル。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。西のレバンテ、前に行きそうです。先手を取ったのは西のレバンテ、レームスパーダ、上がっていきました。すぐ後ろにトップキャスト、並んで7番ウィン・マーベル、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。この辺りで先頭が変わりました。レームスパーダ、レームスパーダ後続を引き離す。2番手はトップキャスト、西のレバンテ、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はレームスパーダ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。レームスパーダ先頭、外から勢いよくウィン・マーベル
ベル先頭、残り 200m、 先頭はウィン・マーベル、一気に捉えるか浦沢の奇跡。ウィン・マーベル先頭、ウィン・マーベル先頭だ、ウィン・マーベル、ウィン・マーベル1着、2着にはどうやら浦沢の奇跡、3着にゴダリン、ウィン・マーベル見事このレースを制しました。